今回のレビューはコネミの腕と、肘ぐらいの、ところをサポートしてくれるものです。前は他の、胸と肩のカバーをしてくれる動画を撮りました。で、一応お正月に2つセットで買いたかったので、この腕と肘用のやつも買いました。作りとしては前の胸と、肩のやつとほとんど変わらない感じで、こうやって当たるところは隙間を作って、スペースを作られてます。で、素材そんなにプラスチックのところは変わらないんですけど、中はこの前のスポンジとはちょっと違って布がついてるっていう感じですね。こっちもちょっとこのなんていうんですかね、サテンみたいな感じですか、ちょっとストッキングみたいな素材でスポンジが覆われてるっていう感じですね。で、ここ交差されて腕と肘を、守ってくれるという形になってますね。で、僕の場合はこの冬用の上着のここに入れて使ってます。サイズ的には幅はちょっときつかったんですけど、長さ的にはまあちょうどいいぐらいではまりました。で、長さなんですけど、メモリがちょっと切れてるっちゃ切れてるけど、39センチぐらい、30センチぐらい、29ぐらいですね。29センチぐらいの長さで、幅が15ぐらいって感じですね。まあ多く見て15みたいな、そういう感じですね。30の15みたいな、30センチの、まあ、15センチみたいな感じの商品ですね。まあ、こっちも絞れるようにはなってるんで、腕が細い人でもいいかなと。もし細さが、自分は細いっていう方がいましたら、こうやってここを縫ったりして使えばまあいいんじゃないかなって僕は思います。それかボタンとか作ってもいいですけどね。こことここがパチパチってできるボタン。まあこうですね。こういう感じとか、こういう感じにできる2箇所ボタンをパチンパチンって作れば、まあ、短くはできますよね。そういうことも考えれば、まあ使えるものかなと僕は思ってます。現在冬の服に入れて毎日通勤の時に使ってます。以上です。